広島カープ塾始めます。行きます。今日はですね、相澤捕手なんですけれども、そろそろファーストもやってもらった方がいいのかなと。これは脳震盪の怪我の問題ですね。もともと相澤捕手、まあ、こういった形でそのキャッチャーね、いわゆる正捕手になる前はライトとかファーストは持ってませんでしたっけ？そうですね、ライトは守ってましたので、はい、まあ、カーパー、ファーストもいくつかあると思いますけど、大体カーパーキャッチャーライトを守らせることが多いものですから。そうですね、まあ、あの強打の選手は中東選手とかもダイソーキャッチャーなんだけど、代打だったりダイソーだったり、ダイソーだったりダイソーだったりとかやってましたよね、はい、そうですよね。なのでやっぱりイメージとしてはあれですか、正捕手からファーストでしかも強打っていうと、ジャイアンツの阿部慎之助捕手の選手、そうですね、が被りますね。被りますね。もしくは、まあ、今ねセ・リーグは DH 制がないんですが、昔阪神から西武に行った田淵選手ですね、うん、そうですね、そうですね。もともとキャッチャー でライオンズの最終移動して最初の頃キャッチャーやってたんですよね。やってました、はい、で途中からもうファーストか DH 専門職になっていくと。はい、あ、バッティングいいですし、その、なんていうんですかね、こう、スタメン出るほどのバッティングですよね。スタメンで、しかもあのクリーンアップで出るほどのね、はい、ですよね。そうです。なので、やっぱりこう、なるべくこう、グラウンドにいてほしい選手なんですね。そうですね。ファーストにいればピッチャーに声かけてやってもらえますしね。そうですね、あのそういう面ではやはりちょっと怪我での離脱、やっぱり今回ね脳震盪だったりして結構長い間戻っても来れませんでしたので、うん、あのねファール、まあね、デッドボールではなくてねファールボールのあれなんですけれども、どうです、相澤捕手が、じゃ試合数でいうと100、まあ、142、3ですね、143、はい、まあ、これを本当に最後までやれるかどうかはまあ別として、来年全体の陣何割ぐらい相澤捕手からこうスタメンキャッチャーみたいな感じなんですかね。来年は多分私はそう、まあ、スタメンキャッチャーだとやっぱり90ぐらいになってしまうんじゃないかなと。ああ途中まで、途中から下がる可能性もあるんですね。そうすると途中、そうですね、下がる、もしくは途中から出るですね。今シーズンは笹岡監督あんまりやってませんが、うん、やはり途中、体調の面なのか、まあ、今シーズンのそういう気持ちでやってたのか、結構キャッチャースタメン出て代打では使うけど、そのまま引っ込めちゃうケースが多かったものですね。私ね、はい、多かったですね。なので来シーズンはそのまま代打で出てキャッチャーでキャッチャー交代するっていうことも多くなるんじゃないかなと。そういう試合の出方も含めて90試合ですか。そうですね。ああ、ちょっとだいぶ減る感じですね。だいぶ多分少し坂倉選手の出番が多くなるかなと、もしくは磯村捕手、うん、じゃあ一番キャッチャーとしてボール受けるなんですかね、球数が多いのは坂倉捕手なんですかね、年間で見たら。まあ、受けるのはやっぱり相澤捕手じゃないですか、90試合近く、ほとんどスタメン、そうは言ってもスタメンでしょうから。そのダイニング数の、例えば70試合とか。そうですね、坂倉捕手が70試合ぐらい、で、大体50試合ぐらいはスタメンのチャンスを与えられてくるかなと。はい、あの途中とか代打とか全部含めて40試合とか30、40、50ぐらいが。そう、50ぐらいが。あの出れるんじゃないかなと。当然これが1イニングとかね2イニングしか出ないという試合数も含めてなので、相澤捕手もそうですね、やっぱり途中で、坂倉捕手から交代で後から出るとか、まあ、当然ね、相澤選手の場合はやっぱり走力の問題はあるので、相澤選手にダイソーを使って坂倉捕手がその後出るとか。磯村捕手も 4,50 試合という感じですかね。そうですね、そうですね、かなりここら辺は来シーズンはカープは下手をすると中村奨成捕手とか石原捕手とかでやっぱり4人制を引いてもいい、この打撃力のあるキャッチャー3人なのでね、磯村捕手、坂倉選手、相澤捕手って。もしも4人制引けんだったら本当に相澤捕手はですね、ファーストで使う、スタメンでファーストとして使うとか、
スタートアップっていうか出だしの時ですね。そうですね。そういう方もいいですよね。誰も生かさないですからね。もったいないです。もしくは代打でファーストとかですね。ランナーが出たり守備固めが必要になれば、例えば三好選手とか堂林選手とか、要はベンチにいるファースト、まあ、今回ね外国人ケビン・クロス選手も取ったりして結構ファーストを厚くしてきてますので、ね、うん、なのでその後交代して、だから相澤選手をファーストで使っといてダイソーでとか、うん、でキャッチャーを4人制であれば最後の1イニングは中村翔成捕手とか、要は試合ほとんど4人目のキャッチャーって使わない、まあ、もしくは他のチームもそうですけどベンチ入りを全員使うことっていうのは本当に稀ですから、キャッチャーも含めて全員使うことは稀ですから、うん、4人制にしとけばこのカープが誇るこの強打のキャッチャー3人は使えますので、ベンチでそのままキャッチャーのためにベンチに置いとくっていうのはもったいないものですから。ファーストもし相澤捕手が守ってそれなりに試合が出てくるとすると、今までファースト専門職を貸してた松山選手とか、ああ堂林選手もまあね、サードかファーストじゃないですか。そうですね、この2人が外野を守ることも増えてくるんですかね。私はこれは堂林選手の外野も視野に入ってくるかなと。堂林選手は外野は別に下手じゃないですしね。下手じゃないです。で堂林選手のライトっていうのもあるのかなと。外野守るとしたら堂林選手ってライトですよね、イメージとしては。ライト、まあ、もしくはレフトですけど、今ちょっとレフトかなり人いますから、多分ライトに回すのも手かなと。松山選手の場合はまあ正直ちょっと怖いですけども、外野というかレフト、レフトですね、はい。なので例えば点差が空いてるから鈴木誠也選手を思い切って下げたけど、うん、まあカープのねリリーフ陣でやっぱり点差を追い詰められちゃったと、うん、なので代打で相澤選手を使ったら、じゃあそのままファースト守ってもらって、うん、堂林選手にライト守ってもらうとか。そうですね、はい、必ずしもね4点差5点差で8回9回必ずしもそのまま逃げ切れるっていう野球、うん、それはジャイアンツも含めてない試合、ね、ない試合、何試合かは追いつかれるようなゲームありますので。まあ、選手層が厚いということで、以前ソフトバンクの話を塾長に話していただきましたけども、ソフトバンクなんかも一人の選手があちこち守ったりするんですよね。そうですね。で、思い切って点差が開けば、ね、柳田選手でも中村晃選手でも下げます。下げますもんね。ってことはそれは要は下げて追いつかれるかどうかを考えたら下げれなくなって、その選手のやっぱり怪我の具合とか体調の具合、うん、やっぱりフルに元気な状態ほど怖いことはないっていうか強いことはないので、やはり5点差8回で、まあ、7回とか8回ぐらいで5点差あったら思い切って下げると、追いつかれてきたらやっぱりベンチにいる総力戦、その時には相澤選手なんかねクリーンアップ4番とか打てますので、ファースト守ってもらえれば、そうですね、やっぱり心強いんですよね。1打席回ってきてその後守備交代してあげれば別にずっと守ってくれってことではないので。そうですよね。外野だけで言うと例えば西川選手もそうし鈴木誠也選手もそうですし、内野で言えば田中選手とか菊選手、みんな怪我持ちですからね。そうです。ね、ずれていくと、例えばファーストに相澤捕手がファースト守ってくれればそれで結果的に堂林選手がライトだと、で鈴木誠也選手を下げるってことできますしね。できます。そうですね。後半で打順によっちゃもうほぼ打順回ってこないの時もありますからね。ありますからね、そうです。でそれはもう明らかに5点差ぐらいで打順も回ってこないっていうことで外したけど、ね、カープも、まあ、他球団もそうですけど、大体年間5試合ぐらいはまあ、もつれる8回9回の5点差がもつれて延長になるような逆転されちゃうような試合はありますので、それを気にして毎回毎回ね5点差あっても最後まで守ってもらうっていうのはリスクな時代なので、野球、はいはい、なので相澤選手にそうすると1人鈴木誠也選手に代わる4番を打てる選手をやっぱりファーストで使えれば大きいですから。こんな感じですか。例えば7回の裏でも表でもどっちもいいんですけども、まあ、8対3でカープ勝ってますと、7回ですね。はい、で、鈴木誠也選手と終わりました。裏にしましょうか。はい、まあ、あと残り8球です、だけですよと。はい、もう5点差ですと。はい、次の5番からです。じゃあ、鈴木誠也下げてもいいやと。いうふうにやりやすくなるわけですね。はい、例えば、ライトに堂林選手が入ってもらって、はい、
通に相澤選手だったと。なんですけども、はい、なんか試合がもつれていく。で、本当は5点差だったはずだな、2点差になってしまったと。これはまずいと。まずい。でも、相澤捕手がキャッチャーじゃなくて、ファーストで打ってくれるってあれば、まあ、そこいった順とか、いいチャンスでもあれば、得点つながって、結局もう2点取って、やっぱり結果的に勝ちましたとか。そうです。今日は、そうです。5番ぐらい、まあ、鈴木誠也で選手で終わっちゃうということは、4番で終わりますよね。5、6、7がありますよね。まず3人で終わったとして。で8、9のところでも、とにかく相澤選手を代打で使って、その上、ファーストにやっとけば、強打の選手を、やっぱり、試合に使ってられるんですね。やっぱり守備固めの選手は打力が弱いので、やっぱりこういう選手が、ね、あ、また相澤に回ってきたらまずいのでっていう相手にプレッシャーもかけられますので、そうですよね。そういう面でのやっぱりこうファーストをそのね、3イニングも4イニングもでもなくて、この終盤追いつかれてやばいっていう時でも、いや、うちにはまだ相澤選手っていう4番候補がまだファーストを守って、松山選手もいない、あの鈴木誠也選手もいないとか、ケビン・クロス選手も、ね、守備固めでいないって言っても、いや、まだファーストで、まあ、相澤選手もいますってなれば、やっぱり相手に対するプレッシャーはかけられますので、打者として強いですし、選球眼もいいですし、まあ、大きいのも出ますしね、大きいも打てます。でチャンスがあればタイムリーもあるし、当然選球眼がいいので塁に出れば当然ダイソーは使えますので、いいですよね。そういう意味でもいいです。そういう面ではやっぱりその代打だけでベンチに下げてしまう、もしくは坂倉選手とかね、キャッチャーでやっぱりね、4安打ぐらい打って調子がいいから下げたくないなっつうなら、相澤選手にファースト守ってもらえれば、それありますよね。はい、そこら辺が大きいかなとは思います。あの、いろんな面でやっぱりこの後やっぱりキャッチャーね、なかなかデッドボールも含めて怪我が多いのは事実な選手なので。そうですよね。ちょっとやっぱり無知症というか脳震盪の影響がすごく遅そうですもんね。そうですね、ま、やっぱりちょっとそこら辺は考慮して、まあ、ファーストでも使ってあげて選手寿命と、やっぱりあの強打はちょっともったいない。やっぱりゆくゆくはね、ファーストで4番で使えるような打力は持ってますので、で安倍晋之助選手もそれで選手寿命伸びましたので。そうですよね、うん、考えてもいいのかなと。カープはあの坂倉捕手以外にも何人もいますしね。そうです、潤沢なんですよね。潤沢です。当然育成ドラフトで2年続けても取ってますので。元カープの歴史を考えるときに、こういうような正捕手から年を取ったいろんな理由でキャッチャー以外のポジションに回った人って誰かいますか？年を取ってからというのはないですね。あ、 そうです。その前のコンバートですね、原慎二選手とか山中選手とか。ああ、そういう意味で言うと安倍晋之助パターンはないわけですね。あまりないですね、まあ、他球団もあまりないですよね。そうは言ってもある程度総力がある、例えば中日からジャイアンツとか西武にいた中尾、ああ、はい、選手とか外野手、外野手とかはありますけど、基本的にはもうキャッチャーに見切りをつけてコンバート、例えばヤクルトの飯田選手とか、ああ、そういうケースはありますけれども、基本的にはあのキャッチャーずっとやっててっていうコンバートは田淵選手と阿部選手ぐらいではないかなと。ああ、ここまで打てるキャッチャーもそうそういないですからね。そうですね、ここまでクリーンナップが打てる、4番が打てるちょっとキャッチャーというのはいないものですから、まあ、当然打点も取れるキャッチャーというのはいませんので、強打であっても。なのでこういう例は多分ほとんどないので、そういう面ではいろんな面でちょっとバリエーションを増やす意味でも、そろそろ相澤選手まだ動ける年齢なので、ちょっとコンバートではないんですけど、守れるとすごく選手層が厚く選手を使えるので大きいかな。でもしこう相澤捕手が、まあ、ファーストに特化してですねやってくれると、そして、まあ、正直キャッチャーへの負担はすごく減るじゃないですか。減りますね。打撃の成績がぐっと伸びる可能性はありますよね。伸びる可能性はあります。ですよね。そういう面でも聞きますよね。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。はい、失礼いたします。塾長です。登録お願いいたします。